モロナガ・アキコは、福岡県出身のフリーアナウンサー。経像プロダクション所属。法政大学経済学部経済学科卒業。日産自動車の PR スペシャリストを務めた後、2009年3月から約2年間にわたり、テレビ東京の情報番組、モノスタムーブに、レポーターとして、レギュラー出演。番組で共演した、寺西瑞希は、 日産 PR スペシャリストの先輩であり、宮崎留美とめみと、北条周子とは、所属事務所が同じである。既婚者であり、2011年5月8日に第一子を出産。2011年8月15日から8月19日まで、モノスタに1週間限定のレポーターとして、久しぶりのテレビ出演を果たし、活動を再開した。フィシャルブログ、チチリツ。 誕生日祝いより、冒頭で5月2日は私の誕生日です。30歳になりましたと述べている。2009年3月から1年間共演。2011年2月28日からレギュラー出演。母の日のプレゼント、辻政子オフィシャルブログ、ま子の一人りごと、もろながさんお母さんにより、ブログによると出産2日前の同年5月6日の、 モノスタの放送終了後に、スタジオに訪れ、レギュラー出演者の辻雅子と宮崎のほか、OG の山内のり子に再会。北条と名山大羊にも会ったと綴っている。さらに、同年8月6日付の自身のブログでは、前日の放送終了後、長女と一緒にスタジオを訪れた際、辻、宮崎、北条、長尾美幸が温かく出迎えてくれたと綴っている。 モロナガアキコオフィシャルブログチッチリッツ三五八四事よりなおモノスタへの出演はレギュラー時代の2011年2月25日以来で約半年振りとなるであることを明かしたなおこの週限りの出演は辻が夏休みのためによるものより日産銀座ギャラリーがこの日の放送の第23位にランクインしたことからありがとうございます